どうも、なおちんです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのアーキタイプを使っていこうと思います。ユーファのロイヤルサマナーですね。ジュナはね、よく使ってるんですけども、ユーファは最初ちょっと使っただけで、あとほぼ使ってなかったんですよ。でもいい装備が見つかったので、これちょっと使ってみようかなと思います。ユーファロイヤルサマナーの最強武器、カンナギですね。これの追加効果が、ジンテーゼのプレス消費が軽減するとなってます。ジンテーゼのプレス消費、アクセサリーの、これ合理化の手引き書か、これを装備して軽減してたんですけども、武器で軽減できるんですよ。なので、この総大将をつけることができます。まあ普通にもつけることできるんだけども、プレス消費が2つっていうのがちょっと気に入らなかったんですよね。でも武器に軽減がついてるので、総大将をつけても、まあ MP 消費は増えるんですけども、プレス消費は1でいいんですよ。これはね、相当強くなるんじゃないかなと踏んでますけども、まあとりあえずやっていきましょう。ちなみに継承スキルを魔力統合、万能ブースター、マジックブースター、そして完全無欠、結構火力寄りに継承しております。まあ万能ブースターなので、魔王召喚か、こっちの方に特化されてる感じですね。もしかするとこっちの方が火力が出るかもしれないんですけども、まあ両方ちょっと試してみましょう。それではですね、基準となるダメージを決めたいと思います。基準にするダメージはこれでいきます。タイクーンのゴールデンソルジャーですね。全体に、特大ダメージの万能属性です。かなり強いんですけども、これを基準にしますね。頼んだ。多分1万ぐらいじゃないっけ。とにかくこれ使ってます。1万いかんわ。全然いかなかった。まあまあ5000弱、5000弱の、ダメージです。これが基準ですね。はい、それでは、見ていきましょうか。魔王召喚ですね。特大、超特大だもんね、こっちは。超特大の万能全体。さすがに、ダメージは上を行くでしょう。ゴールデンソルジャーが、まあ、5000弱です。まあ、総大将もつけてですね。まあ、1万、まあ、ゴールデンソルジャーの2倍か。2倍。まあそうね。でも MP 消費が66となかなかえぐいので、もうちょっとダメージ出てほしかったけどな。まあまあ、もう一つの破壊神の方を使ってみましょう。それでは破壊神の方を行ってみようと思います。ちなみに、万能ブースターを怪ブースターに変えてきました。海賊性なんでね。でもこっちが特大で、こっち超特大だからね。でも万能とそうでないっていうので、ダメージは変わると思うんだ。一番右のやつが、別に耐性を持ってないですね。頼む。どうだ。いやー、微妙だな。はい、ということで戻ってきました。今日はね、ユーファのロイヤルサマナーを改めて使ってみましたけども、ジンテーゼの魔王召喚、これはね、まあまあ使えるかな。ただし MP が66消費しますので、マックス MP 709、10発ちょっとしか使えないのよ。11発12発ぐらいでしょうね、使えて。なので、ちょっと燃費が悪い。まあ、使う場所はちょっと考えなきゃいけないところでしょうけども、まあ、全体に万能属性、使いやすくはあると思います。破壊神も試したんだけども、やっぱり魔王召喚の方がいい感じですかね。
うん、こっちの方がいいと思う。で、武器がね、なんか召喚ダメージが全体的に上がるっていうのがあればもうちょっといいかなと思ったんですけども、まあまあまあプレス消費が軽減しますので、まあ総大将がつけれてまあ悪くないかなと思います。本当にね、この総大将の使いどころがちょっと難しいなと思ってたんですけども、まあユーファだったらばまあそんなに、制限なく使っていけそうなので、まあいい感じかなと思いました。うんうん、これちょっとねパーティーを考えないといけませんね。はい、ということでユーファでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。